あの3人を倒すのは結構大変だと思ったけど、でもレンは信じていたわ。エステルとヨシアがレンのところに来てくれるってね。レン、それでも君は戦うつもりなんだね。どうしようかしら。せっかく約束していたのに、お城で会った時には殺し損ねちゃったし、エステルの態度次第では見逃してあげてもいいわよ。私の態度？簡単なことよ。この間レンに言ったことを取り消すだけでいいわ。前にレンが結社にいるのが間違ってるって言ってたわよね。あの言葉を取り消すだけでレンはこの場を引いてあげるわ。どう？悪い取引じゃないでしょ。レン、そんな取引は間違っている。たとえ望んだ言葉を引き出せても本心が違っていたら何の意味も。ヨシア、いいの？ここは私に任せてくれないかな。エステル、分かった、頼む。ありがとう。やっとその気になってくれたみたいね。さあ言ってちょうだい。レンが結社にいることは間違ってなんかいないんだって。レン、甘ったれるのもいい加減にしなさいよね。世界はレンを中心に回っているわけじゃないわ。レンのために都合よく変わってくれるものでもない。たとえレンがものすごく大きな力を持っていたとしても、あの大きなパテルマテルが助けてくれたとしても、それでも人の心までは自由にはできない。レンに結社にいてほしくないのは確かに私のエゴかもしれない。だから無理強いするつもりはないけど、でもできればレン自身に気づいてほしいと思う。いつでもヨシアみたいに後戻りができるんだって。エステル、そう、せっかくチャンスをあげたのに棒に振っちゃうんだ。救いようのない大バカね。みんなごめん。ひょっとしたら避けられた戦いだったかもしれないけど。謝る必要はないよ。君は僕が言いたいことをあの子に全て伝えてくれた。素直やない子羊みちびくんは俺かて大賛成やで。気合い入れた方が良さそうですね。みんな、気に入らないわ。本当の本当に気に入らない。パテルマテル、リミッターを解除しなさい。出力全開でエステルたちを殲滅するわよ。我が右手にありし星の杯を、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。Thank you.
Thank you.
我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
せい。ほれ。我が右手にありし星の杯よ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
そら。我が右手にありし星の授きよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。我が右手にありし星の授きよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
スイッチ、ハッ。ゴルディアス級の人形兵器はまだ制御系が不安定らしいからね。関節部分に負荷がかかって作動不能になったのかもしれない。そんな、
待てる。ねえ、早く立ち上がって、早くエステルたちを皆殺しにしちゃってよ。レン、何よ、エステルたちの勝ちなんだからもうどうでもいいじゃない。さっさと端末を解除して上に行っちゃいなさいよ。そっちも大事だけど、後回しにすることにするわ。今はあんたの方が大事だからね。何よ、エステルなんてレンのこと何も知らないくせに、どうしてそんなに構ってくるのよ。決まってるじゃない、私がレンのこと好きだからよ。だからこそ私はレンにやっておかなきゃならないことがある。悪いけど軽く行かせてもらうわよ。ぶった悪いことをしたらぶたれるのは当たり前よ。じゃないと他の人の痛みが感じられなくなっちゃうからね。私も小さい頃は父さんに散々原稿もらったんだから。エステルも同じなんだ。痛がってるのに全然やめてくれなかった。でもレンにひどいことした。あの人たちと同じ。同じかどうかはレンが自分で考えてみて。どう？本当にそう思う？わからない。だったらこれならどう？私は何も言わない。レンが自分の心で感じるままに判断しなさい。教えてくれてありがとう。大丈夫なの、ヨシは。レーベってば本気で当選もするみたいだけど。うん、分かってる。でも僕の方ももう覚悟はできているから。だから心配はいらないよ。そう、じゃあレンは行くわね。レン、待って。じゃあね、エステル。レンはもう行くけど、死んだりしたら許さない。